昔ね、高校教師というテレビ番組ご存知というか、あの真田広之でしたっけ、あと桜井だったでしたっけ、そこのテーマ曲というか主題歌になってた曲をね、あのよくやるんですけども、ちょっとやってみますね。春の木漏れ日の中で君の優しさに埋もれていた僕は不安しだったんだよね。君と話し疲れていつか黙り込んだストーブ代わりの電熱器、赤く燃えていた。実家のジャズ喫茶、変われない僕たちがいた。悪い夢のように時が撫でていく。ちょっとカボが僕がいなくなった部屋に君の好きなチャーリーファーカー見つけたよ。僕を忘れてかい。僕がダメになって君をがっかりただろう。あの子はまだ元気かい。昔の話だね。春の木漏れ日の中で君の優しさに埋もれていた僕は弱虫だったんだよね。ちょっと強い。じゃあこれぐらい入らんですね。この曲だとだったかな。好きだった。